最後のトークショー盛り上がりたいと思います。私もチームの一員ですので呼び捨てでいきます。皆さん大きな拍手でお迎えください。菅野博史監督、千葉美久、急いで急いで、黒田光平、杉山雄介、伊藤博人、沖雅人、瀬田直、大島箱、雑賀義男、宮間高江、若葉かなめ、増井恵、そしてシナリオライター伊藤純一、クリスマスが地味ですね。さあ、海水浴の帰りかと思いました。というわけで今日はですね、最後ですのでオールスターで参りました。さあ皆様一言ずつお願いします。菅野監督から。はい、監督の菅野です。どうも皆さん、本日は、こんなに大勢の方いただいて来ていただきましてありがとうございました。震災からもう4年目に入る、時期になりまして、東京の方ではすでに過去の出来事になりまして、皆さんもこう忘れてきた頃かなっていうふうに感じてるんですが、僕の出身地の福島ではまだまだ震災の悪夢はずっと続いておりまして、例えば爆発した原発の建物みたいなのはこうよくニュースで出るんですけれども、その周りで暮らす人の横顔とかですね、生活とかそういうのはこうあまり報道されないような気がしまして、一つ、いろんな問題あるんですけれども、損害賠償っていうのがこう十分に行われていないっていうふうに地元の方の人の声からいろいろ聞いておりまして、週刊新潮で本日被災者の人が補助金たくさんもらってベンツ買ったりパチンコ三昧みたいなことやってたっていう記事があるんですけれども、それは本のごく一部でございまして、そういう被災者の方の本当の姿っていうのをですね、本当はここでこう喋りたいんですが、あまり時間がないんで、実はパンフレットにですね、被災者の方のインタビュー記事が載っておりまして、もし気になる方いらっしゃったらぜひ700円で売ってますんで、お帰りの際よろしくお願いします。あ、それとちょっと一つお断りですけど、すいませんけども、トークショー中の写真および動画はですね、じゃんじゃん撮ってください。この映画は今日が終わりでございません。じゃんじゃん皆さん宣伝してください。もうどこに使っても OK です。さあ、千葉美久ちゃん。はい、夏木陽子さん演じる愛子の孫の西山玲役の千葉美久です。本日はお越しいただき ありがとうございます。もう本当にたくさんの方来ていただいて、もう初日の倍ぐらいなんじゃないかっていう、なんかもうどん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 こうやって見に来てくれる方が増えて、すごく最高の最終日を迎えることができました。ありがとうございます。はい、東京で義援金詐欺をする男、沢田を演じました黒田光栄です。本当に今日は金曜日、金曜日の15時55分って言ったら世の中が一番忙しい時間ですよ。その忙しい時間帯に本当にこんだけたくさんの、方にお集まりいただいて本当に嬉しいです。忙しいって心をなくすって書くんですけど、本当にここに集まった皆様は心ある方々でこの映画を一緒に育ててくれて本当に嬉しく思います。これからも心をなくさずに、心雑誌のある映画をこれから大小問わずいろいろ出ていきたいと思いますので、ここにいるみんな、ぜひよろしくお願いします。本当に今日はありがとうございました。草野秀夫、少年時代役やりました杉山雄介と申します。今日は本当に皆さんありがとうございました。東京ではおりますが、まだ日本全国やることがあります。ぜひともまだまだ終わってないのでよろしくお願いいたします。なんか新人立候補みたいですね。勝野博史さんの、少年時代の役をやりました、奥村健二役、伊藤博人と申します。本日は、テアトル最終日にもかかわらずこんなに人が いっぱい人が来てくれてすごい嬉しいです。これからももっともっと全国にこの映画を広めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。草野秀夫の、大人の方の演じました沖雅人です。今日は本当にありがとうございます。5週間、何度もトークショーにも立たせていただきました。本当にこれほどまでに、皆さんに見ていただきたいと思い毎日足を運んだ映画は初めてです。テアトルで今日は終わりますけども、今日ではテアトルでは今日で終わりますけども、まだまだ全国で公開続きます。今後ともこの映画をよろしくお願いいたします。本日ありがとうございました。陸軍大役を演じました瀬田直です。今日は、皆さん本当にどうもありがとうございます。今日本が原発の処理の問題だけでなく、集団的自衛権とかですね、TPP とか、このままいくと日本が滅びてしまうんじゃないかっていうような、心配がたくさん、
数えきれないほどあるんですけど、その中の原発という問題の一つの切り口、一つの断面としてこの映画ができたと思うんですけれども、核燃料っていうのは今後何万年も10万年単位で管理し続けなければいけないと、我々が当然その間も生きてないでしょうし、何世代にもにわたるこの重い問題をずっと今後も抱えて考えていかなければならないと、そのきっかけにこの映画が何だろうと、スタッフキャスト一同来ていただいた皆さんもこれをきっかけに考えていただければと思います。どうもありがとうございました。夏木陽子さんの母親役をやりました大島箱です。子供時代ですが、私テアトル今日はお暑い中お越しいただきありがとうございました。テアトル新宿さんには何度もいろんな映画で舞台挨拶に立たせていただいたんですが、この映画が一番多くここに来ました。みんなの愛がたくさん詰まった映画だと思います。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。千葉ミクさんのお父さん役を演じました西川芳雄と申します。本日も、たくさんの方にご来場いただき本当にありがたく嬉しく思います。どうもありがとうございました。新山孝恵と申します。10代の頃の愛子のおばの役で、最初のシーンのスナックのママの役をやらせていただき演じました。自炊のスナックで、いわき市のスナックで撮影しまして、そこの本当のママと、そして旅館でオーナーされている方がそちらの現場にいらして、しかも旅館のオーナーの方は最初のシーンにも出られてまして、セリフも言われてたんですが、とっても生き生きしてまして、そういった現地の方と一緒に作品を作れたことをとってもいい経験で、とても光栄に思いました。この作品に関われて本当に良かったと思ってます。今日こちらにご来場の皆様、そして地方で、今劇場でご覧になっている方々皆さんに心からお礼申し上げます。ありがとうございました。はい、婦人警官役を演じました若葉かなめと申します。今日はご来場いただきましてありがとうございます。私この映画に関われて本当に幸せだなと思っております。多分ここにいる誰もが思っておりまして、スタッフ出演者皆に愛された映画ではないかと思っております。本日で新宿の方の上映は終わりますが、今後地方どんどん回りまして、またぜひ新宿の方で再びかかるように頑張っていきたいと思っておりますので、皆さんの方もぜひどんどん宣伝をしていただけたらありがたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。私は音だけで参加しているんですけれども、10代の愛子がお母さんにお金を借りるシーンの喫茶店の BGM でショパンを弾かせてレアですよ。増井めぐみと申します。今日お暑い中本当にありがとうございました。とても味のあるこんな素敵な映画に携われて幸せです。皆さんも宣伝よろしくお願いいたします。ありがとうございました。脚本を書きました井上と申します。今こんなにお客さんに入っていただいたんで、あまりにも嬉しくてお客さんを写メで撮ってしまいましたが、ですね、正直言って初日の舞台挨拶を超えて、今回の興行初めての3桁の入場数です。本当にありがとうございます。ですね、僕は常々、現実社会では東電が誰もが悪いと知っていて、ニュースでもドキュメンタリーでも東電というのに、なぜテレビドラマや映画では東電って言わないんだろうと思って不思議に思ってました。それはもしかしたら、日本人の悪い癖の自粛とか自主規制とか忖度という名の表現の、自由の放棄を、知らず知らずのうちにしてるんじゃないかと思って、この映画ではあえて東電と、別になんか戦おうとかそういう意味じゃなくて普通に東電と言い、宣伝でも東電に翻弄されたと使いました。そしたらなんと、大手マスコミにほとんど無視されてですね、なかなか、皆さんにこの映画の存在が届かずに、苦労しました。それでですね、意地のように、35日中30日間トークショーをやって、なんとか皆さんに、少しでもこの映画のことを知ってもらおうと思って、なんとかやってまいりました。本当に今日こんなにお客さんに入っていただいて、感無量です。僕がこの映画で言いたかったことはただ一つです。
東京も被災地も地続きであること、そしてまた歴史もずっと続いていること、地続きであるということ、そのことを忘れないで、少しでも、そういうことに想像力を馳せて、少し、皆さんが怒ってくれたら、こんなはっきりばクソみたいな世の中が、少し良くなるのではないかと、思ってます。想像する人間に唯一、与えられた能力、他の動物と違うところは想像するということだと思います。どうか皆さん、この映画見て少しでも心に引っかかったら、この映画を育てると思って、この映画のことを少しでも多くの人に伝えてください。今から全国回ります。そしてもう一度東京に帰ってきたいと思ってます。どうもありがとうございました。井上さん、ちょっと質問していいでしょうか。2年前の7月2日にですね、私のラジオ番組も次の映画はって伺ったら、次は被災地の後に231部隊の生き残りが立ってる、被災した震災の後に、そういうイメージがある。で、今度は東電と真剣に喧嘩する、というので僕はすごく楽しみだったんですけど、3ヶ月後に皆さんご承知のように交通事故で亡くなられてしまいました。はい、もしも、もしかしたらここに若松さん僕はいらっしゃるような気がするんですけど、その辺りに座ってらっしゃるような気がするんですけども、もしも師匠の若松浩二監督がご覧になったらどういうでしょう、今日のこの日を。どう、これ実は若松さんが亡くなる前に書いてたんですけど、僕はついついライターなんで煽り文句で、若松さんの意思を継いでとか言ってますけど、多分若松さんが、見てたらざまあみろお客が入らないでって言われると思います。俺ならもっと入れる映画作ったぞと。ただですね、それは若松さん流の、褒め言葉、激励だと思ってます。なかなかこういう映画作れなかったと思います。今この映画がやって、このテアトル新宿で公開されてることが奇跡で、しかも最後の舞台挨拶にこれだけのキャストスタッフ、ましてやですよ、音楽、劇中音楽を演奏してる人まで来るって普通はありえないです。で、すいません、で、それちょっと言わせてください。ですね、こういうことってなかなか我々だけで映画はできているもんではありません。特にこんな30日もトークショーに来て、本来なら僕はちょっと数字を毎日見てたんで知ってますが、3週間で打ち切られても仕方ない映画を5週間やってくれた、まず聞こえてると思います、テアトル新宿の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。それから今日ちょっと今僕が客席に見えてるだけですけど、協力してくれた、ですね、演出のスペシャルサンクスでタイトル載ってます伊藤博明監督、そこにいます。ありがとうございました伊藤さん。それから配給宣伝、とてもですね、もう配給宣伝費に見合わない連日、テアトル新宿に来て一緒にああやってカメラ回してます、矢沢和則、そこにいます。ちょっと立って、ありがとうございます。それからアルバイトで入ったにもかかわらずとても重要な役割を任されてしまった岩本礼、ありがとうございます。それと最後にもう一人、すいません、個人的なことを言います。僕この前にアジアの純真という映画を描いているんですが、それはですね、お姉ちゃんを殺された双子の在日朝鮮人の少女がですね、2002年を舞台にした映画で、拉致家族の、被害者家族会が悪いんじゃないか、あいつらがあんなこと言うからお姉ちゃんが殺されちゃったんだと言って、拉致家族の、拉致被害者の家族会の講演会に行って、その講演している人に毒ガスを投げつけるという映画を描きました。その仮想敵ははっきり言いますと蓮池徹さんでした。それがですね、この映画のトークショーで、この舞台上で蓮池徹さんと会い、すっかり仲良くなってしまってですね、蓮池徹さんが施設応援団のように毎回この映画の、何度もこの映画に足を伸びます。最後ちょっと蓮池徹さんに一言だけ、すいません、施設応援団、昨日もトークショーやっていただきました。どうぞよろしく。どうも皆さん、こんにちは。今日は本当に猛暑日の中をご来場いただきましてありがとうございます。私は拉致被害者の家族会であるとともに、この映画で主題となった東電社員でございました。そういう食材意識もありますけれども、私は OB として東電がきちんとやっていれば何も言わないんですけども、あまりにも東電のやり方がひどすぎるということでずっと声を上げてまいりました。そういった中、井上さん他皆さんと、こうやって、一緒にこの映画を応援することができてとても、本当に
嬉しかったっていうか心強い思いをいたしました。本当にいい映画です。忘れている福島を思い出してくれる映画です。これから全国を回って、井上さんおっしゃったように必ずやまた地方から、東京に逆襲をかけるということで、昨日も井上さんとお約束した次第でございます。これからもこの映画を応援していきたいと思っております。皆さんも、応援のほどよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございます。初めてお話ありがとうございました。この間ね、いらっしゃってください。夏木陽子さん、主演の夏木陽子さんから私電話いただきまして、すごく長電話しました。それでこの映画はもう皆さんご覧になった皆さんご存知かと思うんですけど、僕はゴッドファーザーパート2にすごく似てるなと思ってるんですね。なんか原発反対だとか、そのプロパガンダでなんかそういうなんかこうどっかに偏った映画ではないと私は思ってます。なんか家族の絆の物語だし、でこのままずっとほっといていいの日本はっていう、そういうようなこう首元に何かこう突きつけられてるような部分もあるし、最後の響いているあの音色は何だろうとか、いろんなこうなんか一回見てその後なんかしみじみと心の中にいろんなものが沈殿していくような一本だと思います。なので本当に今蓮池さんもおっしゃったようにですね、なんかもう一回戻ってきたいなという気持ちがもうここ全員あります。皆さんぜひなんて言いますか、お近くの方にですねこの映画のことをお伝えいただければと思います。最後に菅野博監督です。もう最後なんですか。はい。あ、そうですか。はい。あ、もうちょっと時間ありますよ。はい。あ、そうですか。はい、みんなね、最初にね一人30秒で終われって言ったら本当にした人がいましてですね、ずいぶん巻いてしまいました。はい。あ、いやいや、はいはい。ですね、この作品は2012年に福島県いわき市で撮影を行いまして、まあ、本当にこう大企業が作った映画ではなくてですね、個人の有志が集まって作った映画ですので、厳しい条件の中でいろいろ頑張ってなんとか作ったんですけれども、まあ、その時にいわき市の方とかですね、いろいろ車の運転してもらったりとかですね、はい、エキストラで出てもらったりとか、まあ、実際に最後の津波で坂道をこう登って逃げていくおばあちゃんとかも実際に坂を登って津波の時に避難したんだよとかね言ってるような方にちょっと出ていただいたりとかですね、あとラストにホルンを吹くシーンがあると思うんですけれども、ホルンの吹いてる場所っていうのが薄磯海岸っていって、本当に津波で100人ぐらい亡くなってしまった場所でして、まあそこでロケを、まあ、いわき市から許可をもらってやったんですけども、まあ、実際にホルン吹いてる場所とかですね、その家の跡地に家族の方が偶然来たりしまして、ここで実は人亡くなってるんだよみたいな話をされまして、まあ、そういう被災地のですね被害に遭った方々の気持ちっていうのがですね、この映画の随所にこう盛り込めてできたんじゃないかなと思っております。まあ、そんな福島のですね人の、まあ、頑張るぞっていうような魂をですね、これからも日本全国、伝えていけたらと思っておりますので、皆さんまだこれで終わったわけではございませんので、まだまだ、この映画の上映は続きますので、今後も末永くよろしくお願いいたします。菅野監督、こんなに喋る方と私は思ってませんでした。私のラジオに来た時はね、二言しか喋らなかったので、だいぶトークショーで鍛えられた感じがありますが、井上純一さんからぜひ皆さんにおっしゃりたいことがあると。いや、もう先ほど言ったことです。この後です。一つだけ、ですね、僕この映画描いた時に本当に被災者の目線に立てるんだろうか、被災者の方がどうご覧になるんだろうかというふうに思ってました。ですね、この映画最初にいわきでロケーションしたいわきで先行上映やった時に、上映が終わった後に一人の人が僕に話しかけてきて、実はこの中で出てくる津波の映像は僕が撮ったんですと、ですから僕は映画屋の悪い癖で あの映像があるのとないのでは天と地でした、ありがとうございましたと言ったら、その人がだけどですね、僕は津波の向こうで、私の姉が飲み込まれているのを知らずに撮ってたんですよと、そういうことを言われて、もう僕は言葉を失ったら、その人がだけど、この映画は私の言いたいことを、本当に言ってくれましたと、そういう意味で、僕は福島の人の本当に目線に立ったかどうかは分かりませんが、福島から、福島の電力をずっと、
供給され続けていた東京を打つで、まだ13万という人が、自分の生まれ育った場所に帰れないのに、そういうことを忘れて、やれワールドカップだ、やれ東京オリンピックだと言ってるこの国を打つという映画を作ったつもりです。さっきと同じです。皆さん一緒に忘れないで、想像してちょっと怒ってください。で、こんなことを言った後にちょっと多分今僕に振られたことが何かを今思い出しましたが、さっきパンフレットと言いましたけど、今日このウラン採掘の話出てきましたが、これ僕も知りませんでした。知らない人が多くてですね、なぜかというと1945年8月15日の、敗戦の日の東京は焦げ臭かったって言われてるんですよ、うん、それは空襲ではなくてですね、役所が一斉に戦争の資料を燃やしちゃったんですよ。ああ本当ですか。もうとにかくもう一気に、敗戦したら責任回避と、うん、でこのウラン採掘の資料も全くのなくて、石川町の、人たちもあまり知らないと。で、まあ、僕はかろうじて、紙資料が本当に少しのやつで想像を膨らまして書いたんですけど、あそこにおります杉山雄介がウラン採掘、実際に石川町に行ってまだ生き残ってる80代のおじいちゃんにその当時のことを聞いた資料がパンフレットには残ってます。唯一見開き2ページではありますが、この国に、残されている唯一の聞き書きの資料ですので、今日ここにいる全員がサインさせていただきます。もしよろしければ、本当にお客が入らなさんが入らなかった映画なんで、パンフレットを少しでも売ろうとしておりますが、どうもよろしくお願いします。この後ロビーで皆さん、すいません、最後に宣伝して、どうも今日はありがとうございました。すいません、本当に皆さんの、ね、話からも出ましたけど、私本当に思ってます。僕いろんな映画出していただきましたけど、こんなね、大阪、名古屋、沼津、みんなね、手弁当で自費でガソリン代をどうしよう、ご飯はどうしよう、明日途中からでも行けるとか、今日撮影終わって今駆けつけた人もいるし、本当みんなが一生懸命やってる映画だから見てくれっていうんじゃなくて、やっぱり怒りみたいなのがね、ものすごく画面から伝わってくる一本だと思います。私は今日が始まりだと思っております。ぜひ皆さん、今後とも愛と希望の国にするためにも、愛と希望の街をどうぞよろしくお願いいたします。この後ロビーでお会いいたします。今日はありがとうございました。Thank you.